痛えじゃねえこのガッ、いきなり人の足に変なおもちゃぶ、ごめんなさい。ごめんで済んだら警察は、おいガキ、お前の父さん母さんに、そんな、はあ、何か言って、やめて、はあ、これはダディが大切、ダディが悲しむ、はあ、何言ってんだお前、あいつら。カズマ君、ここは任せてくれ。え、君たちその子から離れろ。なんだ、誰だお前は。俺はポケサーファイターだ。ポケサーファイター、なんだそりゃ。ダディ、ん、ダディってことはお前こいつの父親か。探す手間が省けたぜ。いや、俺が父親を名乗る資格はない。サキトから目を背けていたばかりに、こんな危ない目に遭わせちまって本当に情けない男だよ。何をごちゃごちゃ言ってやがる。さっさと金よこせよ。じゃねえと痛い目合うぜ。子供を泣かせるような悪党に払う金はない。なんだと。サキト、俺自分に自信がなかったんだ。だからお前からずっと逃げてた。お前には俺みたいになってほしくなかったんだ。ダディ、だがもう逃げないぜ。弱くても負け犬でもヘッポコでもお前のお父さんは頑張るから。だからその姿を目に焼き付けてくれ。ダディ、お父さん、そんな奴らやっつけちゃえ。どうやら親子揃って死にてえらしいな。兄貴、ちょうど待ち合わせの奴らが来ましたぜ。さすがに5人は卑怯だぜ。ビビってんのか。てめえらが加勢すんなら俺が加勢するのもありだよな。カズマ君。あ、なんだてめえは。俺はポケサーファイターの友達だ。子供の笑顔を奪うやつは俺も許せねえ。わざわざ友達と一緒に死にに来たのか。バカな連中だな。おう、おいてめえら、こいつら仲良く二人で死なせてやれ。なんだこいつ。あ、兄貴、逃げ足を、殺される。カズマ君、ありがとう。俺、やっぱりダメな親父だな。所詮口だけだった。カズマ君がいなかったら、あいつらにボコボコにされて、サキとも守れなかった。ファイター、お前は、ダメなんかじゃねえよ。お父さん、大丈夫？ああ、大丈夫だ。サキト、怪我はないか？うん、カズマおじさんとポケサーファイターが守ってくれたから。ポケサーファイターってすごいんだね。僕、ポケサーファイターのこと、お父さんのこと、もっと知りたいな。サキト、サキト、こんなところにいたのね。何よこれ、どうなってるのよ。あ、マミー、あなたもなんで昔の格好なんかしてるのよ。あなたが変なことするからサキトが危ない目にあったんでしょ。これは違うよマミー。ポケサーファイターは僕を、はあ、もう言い訳は結構です。
こんなところで油売ってる場合じゃないでしょう。もう英語教室は始まっているのよ。もう一体みんな何を考えてるのよ。どうしてお母さんを困らせるようなことをするの。マミ、僕ね、今日は英語教室行きたくない。ふざけないで。英語教室に行く以上にためになることがあるっていうの。僕ね、お父さんと遊びたい。ダメよ、サキト。あなた幸せになりたくないの？それにお父さんじゃなくてダディでしょ。ダディを見てごらんなさい。50手前までくだらないことやってたから、実家を継ぐしか道がなかったダディよ。なし崩し的に実家を継いで、自分に自信が持てず、自分の奥さんにすら頭が上がらない。あなたもこんな人みたいになりたいの？僕、ダディみたいになりたいかどうかわかんない。え？だってダディのこと全然知らないんだもん。なりたいかどうかもわかんないよ。だからもっと知りたいんだ。僕、ダディともっと仲良くなりたい。自分の将来はそれから決めるんだ。サキット、ちょっとあなたからも何か言ってちょうだい。サキト、お前にここまで言わせてごめんな。お父さん、今まで本当にお父さん失格だったよな。お父さん。でもお父さん、これからは変わる。お前の父親として自信を持ってお前のことを育てていくよ。美咲、英語教室に電話しておいてくれ。今日はお父さんと遊ぶから休むと。ちょっと、そんなの私が許さないわ。うるさい。確かに俺はなし崩し的に実家を継いだ。豆腐作りもまだまだうまくない。奥さんであるお前にも頭が上がらないさ。だが俺はこの子の父親なんだ。息子が父親と遊びたがってくれているんだ。子供の思いに応えてやれない父親になるくらいなら死んだ方がマシだぜ。あなた、お父さん。頼む美咲、俺はこの子の父親なんだ。わかったわ、好きにして。え？本当にいいのか、英語は。ええ、でも家に帰ったらちゃんと今日の授業の範囲を自習すること。いい？絶対する、約束する。私ちょっと頭を冷やさなくちゃ。少し焦りすぎていたのかも。それに今のあんた、うちが好きになった熱い情熱を持っとったあの頃のあんたみたいじゃわ。美咲。それじゃあ私は英語教室に電話してくるから。お母さん、ありがとうね。サキト、お前のお父さんかっこよかっただろう。とっても。お父さんが大声出すなんてびっくりしちゃった。恥ずかしいな。サキト、今までお前の気持ちに気づいてやれなくてごめんな。いいんだ。僕、お父さんに大切に思われてたことが嬉しい。サキト、よし、じゃあこれからポケサーバトルをしようぜ。僕ポケサーやってみたい。お父さんすごい早かったんでしょ。当たり前だろ、お父さんはなポケサーファイターなんだぜ。よし、それじゃあマシンを取りに家まで競争だ。レディー